こんにちは、バイヤーの大場です。今日は私の大好きな蚤の市に来ています。毎月10日頃ですね、開催する京都の平安蚤の市なんですけれども、今日はここで私の大好きな蚤の市の巡り方と購入品紹介、それと自宅での飾り方、この3つをご紹介できればと思います。今日は、一緒に巡ってくれるのは蚤の市ビギナーの清水さんです。皆さんこんにちは、清水です。今日はめちゃくちゃ久しぶりに蚤の市に来ました、久しぶり感ありますね。めっちゃ久しぶりです。今日は何か欲しいものありますか？今日はですね、いつもお花を飾るので、その飾る用のフラワーベースを探しに来ました。イメージあります、あとはカゴとか、お部屋にあったらいいなと思って そうですね、それもちょっと狙ってます。フラワーベースも、カゴも蚤の市の鉄板アイテムなので、私のおすすめとか、紹介できればと思います。ぜひ聞きたいです。行きましょう、じゃあまずは巡り方から行ってみようと思います。じゃあ1周目行ってみましょう、ではまず1周目ですね、1周目は、あれですね、とにかくちょっとグッとこらえて、くるっとこう回ってほしいです。でも結構目移りしがちですけど、しますよね。わかります、わかります。めっちゃわかるんですけど、どこに何があるかみたいなのを把握すると、結構迷わなかったり、頭の中で比較ができるので、でも蚤の市はもう本当一期一会なので、気になるものがあったら、ちゃんと言ってください。ストップかけます。そうですね、これ今両サイドあってすごい、そうなんですよ、こっちもになっちゃうんですけど、なっちゃうんですけど、ここもグッとこらえて、一方通行で見るのがおすすめです。なるほどです。そうなんです、左なら左だけを見ていく。そうです、そうです。結構こっち行ってあっち行ってみたいなやってると、お店横並びになってるんですが、こっち見てこっち見てで、こっち戻った時に見てない場所とかが出てくる、分かんなくなります。そう、ちょっと迷子になるんですよ、できればこう一方通行で見るのがいいなと思います。でも楽しみ方は皆さんそれぞれだと思うんですけど、なんか巡る時のマイルールみたいのがあると疲れなかったり、なんか楽しんで見れたりするのでおすすめです。マイルール作っていきます、ぜひぜひ。大丈夫ですか？なんか気になるのあったら言ってくださいね。さっきあったんですけど。嘘、戻りますか？あのアート可愛かったんですけど。アート可愛かったですね。戻ります？ちょっと戻っていいですか？可愛かったですか？可愛かった。ちょっと話に夢中で、どうしようと思ったんですけど、ストップかけれなかったんですが、気になってました。気になりましたよね。これです、これです。なんか可愛い。うわ、可愛い。見てみます。おー、可愛い。お値段は1万1000円、もうフランスですって。1万1000円か。ちょっとお値段張りか。でもこっちもありますよ。本当だ。標本ですかね。ですね。いろんな。なんか色も素敵。ちょっと可愛いんですけど。可愛いんですけど。可愛いんですけど。いいですね。1枚買おうかな。私も買おうかな。買います？買う。1900年代初頭、なんか結構植物標本もって見かけるんですけど、割とこう和のものが多かったりして、なるほどね。なんでここが日本語、それもあの好きな人とか日本好きの人はいると思うんですけど、割と洋風の方がおしゃれ出たりすると思うんで、結構おすすめです。しかも、お安いんじゃないかな。2700円。2700円でしょ。買いですね、これは。買いですね。クマもありますよ。クマ可愛いよね。豚みたいなクマ。やばい、乗っかってる。可愛いんですけど。たまらん。はい、ちょうどいただきます。ありがとうございます。やったー、いいの買いました。いや、良かったですね。4枚も買っちゃいました。しかも1周目回りましょうって言ってたので、早速でしたね。でもこういうことが出会いですから、楽しいです。そうですね。なのでアンテナをだいぶこう光らせながら、まずは一周を、じっくりじっくり、わかりました。食器とかもいいですね。食器もいいですよね。やっぱこの時期涼しげなグラスが欲しくなりますよね。欲しくなります。なんか確かにキラキラ見えている、ね、気になるけれども、まずは一周、まずは一周。
あれ見たい見たい、まあ、確かにあのポヨンとしてるやつですか。そう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 、気になる気になるね。あ、気になってしまった。引っかかりました。あ、でもこっちも可愛いんですか。あ、可愛い。キャンドルスタンド的な。1800円。え、いいじゃん。ありですよね。めっちゃあり。買おうかな。買っちゃえ買っちゃえ。興味ます。これも可愛いね。ちょっとでも和が強いんでしょうか。なんか確かにデザインが入ってます。あ、確かに和が強いかも。4800円ですね。でこれも買おうかな。ね。え、本当ですか。ありがとうございます。マジですか。これ気になります。1800円。え、本当ですか。すごい、よかったね。買います。すごい、1500円。嬉しい。全然カゴでもフラワーベースでも確かに。でもこういうこういうことですわ。ですか。ありがとうございます。やったー。やったー。いいですね。楽しくなってきました。いいね、はい。あれもなんか。あ、Kツールズさんだ。あ、本当だ。大場さんおすすめの。はい、私好きな Kツールズさん。でも可愛い。コロコロしてる。あ、可愛い。綺麗ですね。綺麗ですね。あっちですか。あっち。一周目、一周目なんとか巡りました。楽しみました。楽しみましたね。結構買っちゃいましたが、はい、はい、なんか気になるの他にありました。あ、ありました。探してたあのガラスのフラワーベースで、ちょっと1個だけ気になるのがあったんで。よかった。じゃあそれも行きましょう。はい、はい、ここからはちょっと狙って、はい、行きたいと思います。じゃあ2周目行ってみましょう。はい。これですね。そう、これなんです。ちょっと大きいかな。確かにもう一回り小さくても可愛いかな。確かに。いや、でも可愛いな。金魚鉢みたいね。金魚鉢かな。なんかさっきお店の方に聞いたら、はい、金魚鉢じゃなかろうかという。うん、金魚鉢。このリムがすごくかわいい。かわいいですね。女性らしくてね。置く場所としたらフォークダイニングとかになりますか。うん、ちょっと大きいもんね。ダイニング上でなんか垂れる系のお花を飾ったら綺麗な感じがします。影めっちゃ綺麗なんですけど。ね、影がすごい綺麗。すごい。まあ、でも1個保留ですかね。そうですね、はい、ちょっと考えるかな。これで3800円。3800円。はい。ピッチャーにお花を飾ったことがなくて。え、そうなの。意外なんですけど。飾ってみたい。あ、ちょっとでもちっちゃいかな。あ、確かもう一回り大きかったら嬉しいけど、でも可愛いかな。これで4500円でした。おー。これでも多分作家さんじゃなかったかな。雰囲気変わりましたね。え、私ですか。ありがとうございます。あの、いい方ですか。もちろん。あんまり言い過ぎたらお世辞になるから、ね。よかったです。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、これもあれですね。保留ですね。雰囲気のやつを。じゃちょっと保留が多い。おなじみですね。おなじみでしたね。覚えててくださった。あの、一番奥にね、結構ガラス置いてあるとこがあって。み、はい、たいです。あ、ここですか。おすすめなんですよ。そうなんです。どんぐりさん。あ、トレイみたいなのであれしたらよくないですか。はい、キャンドル焚いて。素敵じゃないですか。え、よくないですか。はい、めっちゃいいです。3500円。結構無難な値段な気がします。あ、本当ですか。高すぎず安すぎずだな。ガラス物って大体それぐらいですか。そうですね。で、結構このドーム型って本当高くて、結構。え、本当ですね。倍ぐらいする。そう、だからまあこの辺、まあ、形によってとか多分年代によるとは思うんですけど、うんうん、3500円はまあ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 ですか。はい、勉強になる。うわ買おうかな。え、早い。素晴らしい。早い。ちょっとフラワーベースも見よう。応援してます。これにしようかな。いや、いいと思いますよ。3500円って確かに安く感じてきました。いや、うん、うん、こちらにしようかな。そうしよう。いきます。はい、いただきます。すいません、こちらお願いします。めっちゃ綺麗ですわ。ガラスドーム。かわいい。確保。かわいい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。やったー。やったー。そしたらさっきの合わせてみますか。確かにサイズが合うかを見てみたい。そうだね。あ、ここじゃなかったっけ。ここですね。あー、これちっちゃいかな。ギリダメ。あ、
どっち？ちょっと、いやちょっとギリダメです、怖いね、もうちょっとあれか。めっちゃ可愛い。でもちょっと怖いですか？いや、こっちの方がぐらつかないです。こっちちょうど可愛いんですけど。え、顔すごい可愛いと思います。シルバーだよね、多分。なんかすごい。すいません、これお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しい。プレゼントで。ありがとうございます。ありがとうございます。いいんですか、本当に。はい、ありがとうございます。なんか記念日。記念日。飲みのち記念日。飲みのち記念日。大収穫。はい、大収穫です。ぐるっと回って、はい、今日はこれだけ清水さんが。はい、5点ぐらい。ちょっと1個ずつ紹介しますか。はい、紹介します。まず欲しかったフラワーベースはこちら買いました、はい、これ昭和の金魚鉢だそうで、お値段1500円で、安いよね、お買い得でした、ね、ちょっとこのいびつな感じと、うん、リムが可愛いですね。そうなんか女性っぽい感じが清水さんっぽいなと思いました。綺麗、うん、でした、ね、はい、はい、あとはこれもガラスでキャンドルホルダー、お値段1800円だったんですけど、うん、おまけしてくださって、ね、1500円で購入しました。はい、綺麗。ちょっと北欧っぽいデザインがいいですよね。うん、なんか美しいですよね。美しい。このまま置いといても良さそう。うん、これはすごい、もうめっちゃ気に入ってます。はい、なんか形が可愛すぎる。可愛い。なんかさ、帽子みたいだね、ちょっと。ね、下にお皿も買いたくて。これはあれですね、別のお店で。別のお店で。はい、私一人だったらこんなことはできなかったんですけど、おばさんがアシストしてくださって、はい、これとこれ合わせて。キャンドルホルダーとして使おうかなと思って買いました。はい、すごい可愛い。これもやっぱリムがいいですね。3500円ぐらい。そうですね、そのぐらいで。じゃあ最後ですかね。最後。これはもう最初に飛びつきましたね。飛びつきましたね。大場さんと2人で2枚ずつ買って、はい、なんか枚数買えば買うほどお買い得になったので。ね、4枚で8000円なので1枚2000円でした、はい、通常だったら多分2700円とかですね。はい、はい、かなりお買い得にゲットです。お買い得でした。フランスの標本、はい、そうですね、ですよね、うん、綺麗ですよね、綺麗に。そうそう、結構ボロボロのやつも多いんですけどね、うんうん、これ結構綺麗な状態で残ってるなと思いました、はい、今日結構買いましたね。買いましたね、はい、こんな買えると思ってなかったんですごいテンションが上がりました。じゃあ今からこの買ったものを持って清水さんのお家にお邪魔させていただこうかと思います、はい、こんな飾り方がいいんじゃないかみたいなところまでお伝えできたらと思いますので、はい、はい、じゃあ次は清水さん家に行ってみましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。清水さん家にやってきました、はい、です。ありがとうございます。早速買ったものを並べてるんですけれども、はい、うん、これをどう飾っていこうか、はい、教えてください。教えていこうと思います。まずはこのフラワーベースなんですけど、うん、これちょっと背が低めなんですけれども、うんうん、清水さんのお家ホークダイニング結構大きく、うん、そうですね、そうですね、使ってるので、はい、こういうちょっと背が低いフラワーベースがあると使いやすいんじゃないかなと思いました。ちょっと背の高いものを入れちゃうとバランス悪いと思うんで、うんうん、少しこう垂れるような植物があるといいなと思うんですけど、うんうん、はい、ちょっとあれとかいいですか。いいですね。ありがとうございます。ちょうどいい感じのつる系がありました。長さもちょうど良さそう、ね、ちょうど良さそう。まあ、ちょっと今まだお水入ってないんですけど、うん、あ、いい感じですね。おお、すごい動きも出て、うん、はい、でそんなにスペースも取らないので、うん、そんなにこう邪魔にならず癒しをいい感じで作ってくれます、ね、ぜひぜひこんな感じで、はい、じゃあ次ですね、はいはい、次こちら、はい、これは清水さんがキャンドル入れにしたらいいんじゃないかみたいなのが、ね、入れたくて、ね、早速入れていいですか、 ですか、ね、はい、入れましょう、入れましょう。まあ、こんな感じで、はい、ね、どのね、これもこれでナチュラルで可愛らしいんですけれども、まあ、これをこのピューターのお皿に置くと同品さも出ましたね。そう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 、やっぱりちょっとクラシックな感じが出ますよね、うんうん、はい、でこれをガラスのドームに入れてあげると。あ、かわいい。いや、ありがとうございます。あ、いいですね。やっぱりその汚れとかほこり防止にもなりますし、うんうん、何より見た目も可愛らしい、可愛いです、ね、うん、でキャンドル入れてますけど、はい、よくお店とかではドライフラワー入れてたりするので、うんうんうん、なんかそういうのも一個のディスプレイとして素敵じゃないかなと思います、うん、はい、であと私おすすめしたいのはお皿なんですけれども、はい、これ実際買ったらピューターのお皿なんですが、これぐらいのサイズ感の
お皿とかトレイを持ってると本当に便利で、すごい使い勝手がいいんですよ。例えばディスプレイする時にもアクセサリー置いたりとか、はい、さっきみたいにキャンドル置いてもいいんですけど、はい、コースターとしても使えます。コースター、そうなんです、確かに水滴もつかなくて、あ、そうそうそう。であとはこういったちょっとフラワーベースとかも置きやすいので、はい、それもいけちゃうんですね。そうなんです、こんな感じも確かにね、何でも合わせられる。そうなんです、うん、なのでぜひぜひこれ系は何枚かあっても生活を豊かにしてくれるんじゃないかなと思います、はい、最後にこれですね、はい、これは植物標本の、このアートがすごい素敵なので、まあ、その横にちょっと添える形でマスキングテープとかで貼ればポスターも壁も傷まないですし、あとは市販で売ってるような額縁に入れてもらってもいいかなと思います。はい、ただ飲みの市は本当に額縁も結構豊富なので、じゃあ次回に、はい、次回は、はい、額縁探しを、額縁探しに行きたいなと思います。今日はこんな感じで清水さんが実際に飲みの市で選んだものを、はいはい、飾り方という形でちょっとお伝えさせていただきました、はい、ありがとうございます。どうでしたか今日は。なかなかこれっていうものが探し出せなくて、はい、いつもなんか何も手に入れられなかったって帰ってくるんですけど、今日こんな4つ、5つぐらい、確かに5つぐらいもう手に入れられて、はい、もう大満足です。あ、よかったです、ありがとうございます。お部屋の飾り方も教えていただいて、はい、またさらにお部屋が楽しくなりそうだなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。のみの市は本当にこういろんなお店がギュッと集まってるので、うん、そこから探していくのって結構大変かもしれないんですけど、はい、意外とこういうのが欲しいなみたいなのとか、うん、こういうイメージにしたいみたいなのがあると、はい、結構探しやすくなるかなと思うので、巡り方と飾り方と合わせてまたぜひ、はい、ご参考いただけると嬉しいです。次回も、のみの市を皆さんが楽しんでいただけるような、行ってみたいと思っていただけるような企画をお届けしたいと思います、はい、またよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。